トランブル軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は21万312人であり、2000年の22万5116人から6.6%減少した。軍庁所在地はウォーレン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。トランブル軍はヤングスタウン・ウォーレン・ボードマン大都市圏に属している。 軍名は、コネチカット州知事を務め、トランブル軍に土地を所有したことがあった、ジョナサントランブルにちなんで名付けられた。軍設立時の軍域は、コネチカット西部保留地全体にわたっていたが、その後いくつかの軍が、創設分離して、小さくなった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は636.57平方マイルであり、 このうち陸地618.30平方マイル、水域は18.27平方マイルで、水域率は2.87%である。トランブル軍の軍域は一辺がほぼ25マイルの正方形であり、オハイオ州では唯一正方形をした軍である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トランブル軍図、トランブル軍は、 カ二24のクンクに分割されている。ありがとうございます。